ドナルド・バーセルミは、アメリカ合衆国の小説家。アメリカのポーストモダン文学を代表する作家の一人で、主に短編作品を得意とした作家として知られている。弟のフレデリック・バーセルミ、スティーブン・バーセルミ、ピーター・バーセルミもそれぞれ作家。ペンシルベニア州フィラデルフィアに生まれる。父は著名な前衛建築家であった。ヒューストン大学でジャーナリズムを専攻、在学中より、 ヒューストンポストに音楽、映画批評などを寄稿。1953年に徴兵され、朝鮮半島に渡るが、まもなく朝鮮戦争が終結したため実践は経験しないままだった。帰国後も同大学に1957年まで在籍し、哲学などを学んだ。自由時間にはもっぱら黒人ジャズクラブに出入りして、ライオネル・ハンプトン、ペック・ケリーなどを好んで聴き、 しばしばジャズの即興に例えられる彼の小説作品の文体の下地となった。その後新聞記者やヒューストン大学のホーラム氏美術史ロケーションの編集者、教員などを経験しながら文学修行に励む。特にロケーションに携わっている間に美術関係者と信仰を持ち、現代芸術とその理論から多くを学んだ。1961年、 ヒューストン美術館のディレクターに就任するとともに、ニューヨーカーに短編作品を寄稿、囲碁同士を中心に短編作品を発表し続けた。パロディやメタフィクションの技法を駆使しつつ、シュールな情景の中に、現代の風俗や言葉の断片を、コラージュ的につなぎ合わせてゆく彼の短編は、当時の若者から支持され、ピンチョン、バースなどとともにニューフィクションの騎士と目された。 代表的な短編集に、帰れ、カリガリ博士、口に出せない、習慣、奇妙な行為など、他に、偶話的な語り口を持つ、断章形式の長編、切迫美名、七値などがある。生涯で4度結婚しており、2番目の妻ヘレンは後に、彼の回想録を執筆している。1989年に案により死去。ありがとうございます。